アイスカちゃんは直訳すると豆の氷でありエアーバツカンプルの頭文字をとって ABC という名でも知られるマレーシアのデザートであるシンガポールおよびブルネーでも一般的なデザートでありシンガポールではアイスカちゃんと呼ばれるアイスカちゃんは東南アジアのコーヒーショップホーカーセンターフードコートで食べることができるアイスカちゃんは元は かき氷と小豆だけで作られていたが、次第に様々な具材が入れられるようになっていった。今日では、アイスカちゃんは様々な果物を入れて、いろいろなシロップをかけたカラフルな食べ物として提供されている。マレーシアでは、ほとんどの場合、アタップチー、小豆、コーン、グラスゼリー、寒天が一般的な具材として入れられる。一般的ではないが、アロエベラ、チェンドル、 ナタでここ、アイスクリームが入れられることもある。仕上げに、無糖練乳、コンデンスミルク、またはココナッツミルクと、ローズシロップ、またはサルシシロップを、かき氷の上から回しかける。店によっては、ドリアン、チョコレートシロップ、アイスクリームといった新しい具材を入れるところもある。カラフルなシロップを用いず、パームシュガーシロップだけをかけるバージョンもある。 アイスカちゃん用のかき氷を作るために大量生産ができるよう作表記が用いられてきた。元は手動の作表記が用いられていたが、現在は電動の作表記が用いられることの方が多い。アイスカちゃんはペナントーで1930年代に考案された料理であると言われている。考案当初の具材は、小豆、グラスゼリー、コーンであり、黒糖シロップ、ローズシロップ、 コンデンス魅力を回しかけるものであった。ダウンバイザボードウォークインシンガポール。ザ・ウォールストリート・ジャーナル。https、ブログズ、wsj.com、シリルタイム、2012、0309。ダウンバイザボードウォークインシンガポール。2012年3月13日。閲覧。エクスプローリングザストリートフードインシンガポール。 The Huffington Post,httpww.gadling.com,2012,02,16,Exploring the Street Food In, シンガポール ,2012 年3月13日閲覧。サイモン・リッチモンドマレーシアシンガポール&、ブルネイ・イディーズ、イングレーゼ、ロンリー・プラネット、ピアニッシモ、75。 ISBN 978から1から 740597081https コロンスラッシュスラッシュブックス g o o g l e c o m スラッシュブックス ID=QLA2SRJKFHMC& イコール 2, ピコグラム =PA75 ハットマレーシアシンガポール アンドブルネー、ロンリープラネットパブリケーションズ、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、books. id=" お役ージ、ハットイボンルーパーティー、アイスカちゃん、ミレジアン・シェーブド・アイス・ウィズ・ビーンズ、チェリー、アンドモア、シンガポール・ストーリーズ、シリア・スイーツ、2018年1月21日、閲覧、ab ・タン、ソイ・ベン、エド、 ザマルチカルチュラルパフォーミングアーツクラフツフェスティバルスアンドグッズオブペナンスクールオブザアーツユニバーシティサインズマレーシア p－ 百二 http コロンスラッシュスラッシュ eprs n t。usm。my スラッシュ二六六八四スラッシュ一スラッシュ。gohc、h ペナンストリートフード。pdf ありがとうございます。